おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2766です。はい、今回紹介するのはですね、前回オブジェ形態を組みましたこちら、セイントクロスマイス EX のリュムナデスカーサですね。そちらのねオブジェ形態作りましたということで、今回はですね、装着者であるこちらですね、じゃんとカーサ本体へこちらをねスケールばらしましてね、装備させていきたいと思います。はい、組み付け自体はね、まあ、こいつバラして組み付けるだけなんで、いつもとね、同じ方式でできるといえばね、できるんですけど、ちょっとね、肌の色が特殊だったりとかね、しますけどね。まあ、そんな感じのものをね、やっていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方をざーっとね、バラして準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらのところにスケールが置いてありまして、交換用の手首パーツ、表情パーツ、そしてカーサー本体というふうに用意してありますと。で、早速ね、付けていくんですけど、付け方は基本的に一緒ですと。で、とりあえず手首パーツに関してはこれにしようかな。まあ元々ついてるグーパーツでもいいんですけどね。で、そういえばこいつジェネラルシリーズ基本共通だったと思いますけど、この肌色のっていうかね、この手首パーツではなく、元々ね装着用の手首パーツが最初からセッティングされてますね。まあ素体単体でね使うことはないんで、まあいいですけどね。はい。で、表情パーツの交換方法は途中でやりたいと思いますが、とりあえず手首パーツはね、これだけ残しておきましょう。で、こいつですね。早速ね、用意していきますけど、こちらからね、不要なパーツ外します。手首パーツはね、先ほども言った通り、こちらにね、変えますんで、これはね、取ってしまいます。で、こちらの手首パーツっていうかね、まあ、共通ではありますけど、硬いからといってね、強引にやってしまいますとね、ジョイント壊してしまいますんで、十分注意かなと。で、特に今回のカーサに関しては、肌の色がね、かなり特殊なんですよね。他のキャラクターの場合は、だいたい肌色なんでね、最悪どっかから持ってくればね、いけますけど、こちらね、灰色っぽい感じの肌。これに対応するね、手首ジョイントって、ほぼほぼ入手できないと思いますんでね、十分注意した方がいいと思います。はい。で、とりあえずね、今回マスクありにしたいと思いますので、前髪パーツが外しますけど、この状態でポンと取れないですよね。一応こちらもね、前後で分割されておりますんでね、そこの部分も十分注意しながら外してあげましょう。はい。で、まあ、当然ながらね、マスクなしの状態、先ほどの髪の毛パーツの状態でも組むことが可能となっておりますよということで、早速ね、つけていきたいと思います。足に関してはね、いつもの通りポンと取って、ここからね、つけていきますが、まずは太ももですね。太ももパーツを入れますよと。はい。で、こちら膝アーマーっていうかね、すねアーマーを入れると。で、すねアーマーを入れると、膝アーマーがね、まあ膝曲げればいけますけど、とりあえず、いつもみたいな感じでね、ももあって、膝あって、で、スネっていう感じじゃなくね、膝アーマーとスネアーマーがね、ほとんど一体化されてるようなね、造形になっておりますので、膝パーツはもうね、つけてしまって OK ですね。オブジェフレームから外してないですね。オブジェフレームの方についておりますんで、これをね、外し忘れがないようにしておきましょう。はい。で、こちらのね、膝パーツをここにつけると。非常に小さいんですよね。一応こんな感じです。で、ここにグッと入れて、いつもの通り膝曲げて、この辺をね、支えにしてあげて、こいつを入れてあげると。まあ、これいつもの形で組みます。で、つま先にですね、こういう風に尖ってるものがある以外に、ここもそうだし、ここもそうだしということで、すごく尖ってるんですね。なので、滑ったりとかして、当たって怪我する可能性がありますんでね、この辺十分注意して作業しましょう。反対の足も同様ですね、ここからポンと抜くと。で、これ抜くのもそうなんですけど、こう抜いた時に滑ってとか、この辺グッとね、持って力かけた時に突き刺さる可能性がありますんでね、ほんと注意しなきゃまずいですね。これがまあ足だけではなくね、後々前腕とかでもね、絡んできますんでね、非常に危険なんで十分注意しましょう。はい。で、ももパーツね、こんな感じ入れてあげて、あとはこいつを入れる。で、これね、入れてあげて、膝曲げてと。まあこれはいつもの形なんでいいんですけどね。この辺がね、ちょっと危険ですね。はい。まあ、こんな感じ入れましたと。これでね、足が入りましたので、次にですね、いつもの流れだと上半身を浮かせて、腹部入れて、腰入れて、胸部という感じの流れですけど、今回はですね、こちら。腹部パーツとね、腰パーツ一体化されてる感じになっておりますんでね、これはそのままバーンとつけておしまいと。ただ、とりあえずね、オブジェ形態から始めておりますんで、ここについていたサイドアーマーですね。こちら。これ外れた状態になっておりますけど、本来はですね、こちら、梱包状態だと、もともとね、組み付けられた状態になっておりますんでね、そのまま箱から出して、普通に組むことができますけどね、オブジェ形態からの場合は、元の状態に戻してあげる必要性がありますよと。はい。一応こんな感じですね。元の状態に戻しましたと。で、あとは、こいつですね、背中のところに組み付けて、
こいつを組み付けてあげましょうと。はい。で、このパーツですね。まあちょっと見ていただくとわかる通り、まっすぐね、伸びましたね。以前のセイントクロスマイスの方はですね、猫背を再現するために、ここの部分がね、強制的にね、曲がるようなデザインだったはずなんですけどね。今回こんな感じで、普通にパチンってね、入ってしまいましたね。まあ一応こんな感じでつけましたと。で、あとは胸部パーツですね。胸部パーツに関しては、まあ、背中外しますけど、着せ方自体は基本的に一緒です。ただ、こちらのね、フロントパーツ、これもですね、腰のパーツと同様に、オブジェフレームにする場合は外す必要性がありますんでね、外してありましたけど、まあ、つけるときには元に戻しましょうと。で、腕をね、前に出してあげて、着せていきましょう。はい。で、くっつけて、背中パチンですね。こんな感じになっております。まあ、若干ね、こう、前屈になるような感じっていうかね、こういう風に猫背っぽいような感じに仕上がるようにね、形で作られてるみたいですね。で、胸部パーツの可動に合わせて、ここもね、干渉源になりますけどね、ある程度動くような感じになっておりますね。はい。一応ここまでね、ボディーパーツできましたので、あとは腕ですね。腕に関しましても基本的にいつもと同じですね。二の腕パーツをここに入れると。で、この二の腕パーツに関してはね、これも以前ちょっとやったことがありますけど、今ね、つけてる向き、こちらの方がえぐれておりますんで、非常に深くグッと曲げたりとかね、したい場合にはこの方式の方がいいかなと。ただ今回特にね、ここ、トゲが出てるんでね、これが背面にやるとちょっと格好はね、良くないと思いますんでね、見た目重視にするんであればこうなのかなってね、ちょっと思いますね。ただね、入れた感じね、入らなさそうな感じなんですよね。無理やりやるとね、ここまでですね。だからここの部分はもう最初からこの向きですね。肘関節がね、よく見えるね、このスタイルで組んだ方がいいのかもしれないなと。パッケージの写真とかでは一応こいつがね、横に配置されるようなイメージで、まあ組み付けてますよと。まあ要はこういう感じですね。ただ構造的に入りませんので、よく見ると二の腕のここでひねっていうんですね。なのでここが外に出るようになっておりますけど、実際の肘関節の向きとしては内側に入る感じで組んであるという感じですね。なのでまあこれで組んであげれば十分 OK なのかなって感じがねしますけどね。実際はトゲトゲがね、背面に配置される感じで組み上がるという感じですね。で、手首パーツね、こちらにしたんで、こういう風につけてあげまして、あと手の甲のパーツをつけてあげますよと。はい。これで腕パーツができましたと。一応パッケージのね、形に合わせるとこのような感じですね。見ていただくと分かる通り、トゲトゲがね、今のところ側面にね配置されておりますけど、実際の肘関節の向きに合わせるならこういう感じですね。トゲがね、背面側に配置されるんでね、一応こんな感じで作ってあげますよと。はい。で、あとは肩パーツですね。これをここに組み付けるだけです。まあ、ここにね、アームパーツがありますんでね、このパーツをエイヤと差し込んであげる。ここのパーツはね、ある程度可動域広くなっておりますんでね、腕を前に出したりとか、その時には問題なく動かすことができると。で、一応設計上ね、こういう風に、やはり前鏡っていうかね、前屈させるみたいな、そういう感じで立たせるのが正しいのかな。はい。一応こんな感じになっておりますので、組み付け方に関しましてはね、左右共通なんでね、右方をね、ささっとやってしまいたいと思います。はい。右の方もできました。こんな感じですね。で、最後に頭部パーツ行くんですけど、その前に表情パーツね、軽くお話ししていきたいと思いますが、表情パーツがですね、もともとついてるやつ以外に全部でね、4つありますよと。で、こちらですね。一応まあ、方向フェイスというかね、そんな感じの顔だったりとか、これが一番の方向フェイスですね。で、まあ、こちらも叫びにはなりますけど、で、ちょっとね、歯を食いしばってるみたいな感じの表情パーツということで、全部ね、正面目線ですね。もともとついてるやつも正面ですし、他のやつも全部正面目線なんで、非常に扱いやすい感じになっておりますよと。まあ、この辺の顔とか、この辺の顔とかはね、まあ、単品でもね、遊べるといえば遊べますけどね。作品中に登場したね、別のキャラクターとね、組み合わせてあげるとね、もっといい感じにね、遊ぶことができるのかなと思いますけど、一応こんな感じ。で、とりあえず、こちらの方向フェイスにした方が分かりやすいと思いますんでね、これにしたいと思いますが、実際ついてるやつをね、外しまして、別のやつに差し替えると。で、マスクつけない場合は、この状態でね、もともとついてる髪の毛パーツをつけてあげれば、マスクなしにできるよと。それ以外のマスクパーツですね。これに関しては、とりあえず、ただつけるだけと。説明書の方でも、全面外せっていう指示はありませんのでね、ここのところに全面ついた状態で組み付けますよと。梱包時をね、もともとこいつついた状態でね、入っておりますんで、この状態で後をかぶすだけみたいですね。
とりあえずその状態で行ってみようかな。うん、厳しいですね。説明書の方ではポンとね入るみたく書いてます。ただちょっと構造的に厳しそうなんで外してみようかなと。こっちの方がね楽といえば楽なのかなと思いますね。どうしてもまあ耳がね造形されてる影響で今みたいな感じでねちょっと頑張って被せると、それから前面をねつけるみたいな感じになっておりますんで、あーやっぱりね前面つけた方がいいですね。はい、まあちょっとね先ほどまでねこちらのねマスクパーツない状態のボディだけだとねちょっとんって思っておりましたがね、やはりねこちらのねマスクつくことによってね非常にいい感じにまとまりましたね。一気に、はい、まあこれこそリュムダセスカーサという感じになりましたね。でマスクのお話なんですけど、表情パーツの方に耳がね造形されてて、こいつのね耳のところにこの状態前面とね背面が組み付けられたマスクでドンとね入れようとすると、どうしてもね有効スペースの関係で耳に当たったんでね、まあ無理やりやれば入るかもしれないですけどね、耳削れてなくなったりする可能性があったんでね、まあこれはねバラバラにした方がいいと思います。説明書の方ではねそのままスポット入るって書いてますけどね、ちょっと厳しいと思いますんでね、バラせるところはバラしてね、破損とかはね起こらないように十分注意して組んだ方がいいと思います。はい、一応こんな感じになっておりますよと。まあこちらですね全体的にねトゲトゲしてるのもそうなんですけど、まあ一応説明書の方でもねまっすぐというよりもちょっとね猫背になるような感じをね S 字にするのがなんかこう正しいみたいに書いてますんでね、そういう風に作ってあげれば一番ぴったりくるのかと思いますけどね。ただそうした場合全体的にね前傾姿勢になってしまうんでね、転倒しやすくなりますんで、ここはですね魂聖書がね何かしら台座を用意した方がいいと思いますけど、一応こんな感じで、まあデザイン上しょうがないんですけど肩アーマーですね、ここのところと二の腕のこのパーツがね結構接触しやすいと、とりあえず動かしてガチガチ当たってしまうとね両方ともねメッキハゲが起こったりとかで傷つく可能性がありますんでね、とりあえず扱いがね注意必要なのと、あとは肘関節ね正面向けてしまいますと、このトゲトゲがね設定と違ってね横ではなくね後ろに配置されてしまいますんで、まあここの部分はですねできることならまあフリーで回転するものもいいんですけど、こういう風に向けた時用のね横に対応してるパーツっていうのがねあっても良かったのかなと。まあ作品っていうか設定上っていうかねそれに合わせるとこうなってしまうと、やっぱりどうしてもね肘関節内側向いてしまってねちょっとね微妙かなと思うところがあるんでね、そこがちょっと気にはなりましたけど、まあ全体的にねまとまり自体はね良かったんじゃないかなと。あとちょっと正面から見た時にねフロントの部分が結構大きいんで表情がちょっと分かりづらいかなっていうのがねちょっと今見て気にはなっておりますけどね、まあ最後の一体ようやく出たんでねこれ自体は良かったプラス完結したんでね、まあ良しという感じでしょうかね。今後ですね EX 版で女性素体が出た時にはね最後の一体ね出る可能性もありますけどね、まあとりあえず今セントクロスマイスの方で出てるねマーメイドティティス、あれ十分ね素晴らしい出来なんでね、あれを含めてやればねとりあえずポセイドン編をね全部揃ったという感じなんでね、長かったけどねやっと完結しましたね。はい、あとはアスガルド編がね完結して他のやつもねいろいろ続けていって、そうなってくるとね前に出たやつがさらなるリニューアルでねまあ無限ループでずっとね続くかもしれないですね。まあそんな感じでね新しいやつ手に入ったらまた紹介していきたいと思います。はい、ということで今回ですねセイントクロスマイス EX のリュムナデスカーサ、こちらですねスケールの方をねバラしまして、装着者であるカーサですねこちらへの組み付けやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はですね以前からやっておりますデアゴスティーニのナイトライダーですね、そちらの方の組み立てやっていきたいと思います。でこちらに関しましてはね今回ちょっとパーツ数がね比較的多めになっております。というのもですね左右で同じものを作ったりとかねする部分があるので、まあちょっとまとめてみようということでね、ちょっと多めに次回やっていきたいと思っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。